天津風行く1937年12月1日から2013年4月30日は、石川県富士軍門前町出身で、時津風部屋に所属した大瀬も折り騎士。最高位は、西前頭3枚目。特異種は、右4つ、より。現役時代の体格は179センチメートル、124キログラム。 和島高校定時制家庭門前文校では、相撲部に所属し、2年生の時には、県大会で、個人優勝という実績を残した。この年には、国民体育大会や、全国高等学校総合体育、大会相撲競技大会にも出場している。1955年、時津風部屋の関係者からの勧誘を受けた。間もなく、 高校を中退して同部屋へ入門し、同年5月場所で初土俵を踏んだ。同部屋の豊山勝夫とは同学年の先輩、後輩の関係である。当初の四個名は本名と同じ宮永。しばらくは幕下でやや停滞していたが、1961年5月場所で重量に昇進した。重量は4場所で突破し、1962年、 一月場所にて24歳で新入幕を果たした。この場所より本名の宮永から天津風へと改名。しかし同場所では5勝10敗と大敗して重量に陥落した。翌、三月場所では11勝4敗と大勝ちして重量優勝を遂げ、一場所で幕内に復帰。九月場所では自己最高位となる。 西前頭3枚目に進出したが、2勝13敗と大敗を喫している。1963年1月場所では、前頭4枚目の地位で6勝9敗と負け越したが、8日目に、大関、佐田の山を寄り切って、大関戦初勝利を挙げている。翌、3月場所では前場所と同じく6勝9敗と、負け越したものの、三日目に、佐田の山と再度対戦し、 下手投げで連勝した。1964年5月場所中、右足首を捻挫して途中休場し、翌場所では重量に落ちた。重量陥落後は3度にわたって二桁黒星を喫するなどしばらくは振るわなかったが、徐々に調子を取り戻し、1965年11月場所で幕内に返り咲いた。しかし、2場所後に再び重量に陥落し、 その後は二度と幕内に復帰できなかった。1967年3月場所では西重両13枚目で7勝8敗の星を残したが、番付削減の煽りを受けて、翌5月場所、幕下に陥落させられてしまった。番付削減という改革を主導したのは、部屋の師匠である十二代時津風であり、十二代時津風は、その改革において、 自ら身を切ったとも言える。この五月場所では、東幕下五枚目にあって、中日を終えて一勝三敗と振るわず、途中休場し、場所後に引退を表明した。右を指して、鋭い出足を武器によって出る取り口を得意としており、稽古場では強かった。だが、本場所ではのんびり屋で清和な性格から実力を十分に発揮できず、また三勝を一度も受賞できなかった。 部屋一番のエビス子でも知られていた。引退後は、日本相撲協会に残らず、1967年9月より、石川県金沢市片町で、相撲料理店、天津風を営んだ後、千葉県に移り住み、ヤクルト本社に、サラリーマンとして勤務した。だが、現役時代からの持病であった、糖尿病の悪化で、両足切断を余儀なくされ、帰郷。晩年は、 白衣軍滋賀町内の介護施設で生活していた。片町の宇宙犬食堂の前で喧嘩をして、当時の宇宙犬食堂の店主に顔面を殴られて、前歯を三本折ることもあった。非常に呑気な性格で、次のようなエピソードがある。幕下時代のある日、新州方面へ行く汽車のデッキに腰掛けて、足を汽車の外側に出していた。記者が、 大月駅のホームに入ってもそのままにしていたため、膝をホームのコンクリートで擦ってしまい、血だらけになった。その後、危うく足を一本ダメにするところだったと苦笑していたという。2013年4月30日午前9時30分頃、心筋梗塞のため、石川県内で制御した。去年75、ありがとうございます。